韓国史第24話「軍情の巻義中老神曹操を絡めよ触れは衆軍諸地方へ飛んだ」その迅速を競って一方洛陽の都を後に工場に鞭を続け日夜を分かたず南へ南へと風のごとく逃げてきた曹操は「 早くも厨房圏の付近までかかっていた。待て、馬を降りろ関門へかかるや否や、彼は関所の守備兵に引きずり下ろされた。先に中央から曹操というものを見かけ次第飯取れと指令があった。その方の風災と要望とは人相が気に甚だ似ておる。関の役人は、 そう言って曹操が何と言い逃れようとしても耳を貸さなかった「とにかく役所へ引っ立てろ」兵は鉄塔のごとく曹操を取り囲んで吟味所へらしてしまった関門兵の隊長同位陳旧は部下が引っ立ててくるものを見ると「おお曹操だ吟味にも呼ばん」と一見して言い切った。 そして部下の兵をねぎらって彼が言うには「自分は千年まで落葉に役人をしておったから曹操の顔も見覚えている。幸いにも生け取ったこの者を都へ差し立てれば自分は万古王という耐震に出世しよう。お前たちにも恩賞を分かってくれるぞ。前祝いに今夜は大いに飲め」そこで曹操の身はたちまちかねて備えてある。 鉄の感謝に放り込まれ、『明日にも落葉へ護送してゆくばかりとなし守備の兵や役人たちは大いに酒を飲んで祝った日暮れになると主演もやみ役人も兵も関門を閉じてどこかへ散ってしまった曹操はもはや観念の眼を閉じているもののように感謝の中に寄りかかって真っ暗な三国の声や 夜空の風を目前と聞いていた。すると夜半に近い頃、そうそう、そうそう。誰か感謝に近づいてきて、小声に呼ぶものがあった。目を開いてみると、昼間自分を一目で見破った関門兵の隊長なので、そうそうは、何をか、うそぶくもとく答えると。 御身は都にあって、当小国にも愛され、重く用いられていたと聞いていたが、なぜにこんなはめになったのか。くだらぬことを問うものかな。縁弱なんぞ広国の志を知らんやだ。貴様はもう俺の身を生け取っているんじゃないか。死のごの言わずと、都へ護送して、早く恩賞に預かれ。そうそう。 君は人を見る目がないな。交換押しむらくというところか。何だと怒りたもうな。君がいたずらに人を軽んじるから一言報いたのだ。かくいう自分とても、中天の大使を抱いておるものだが、真に国の憂いを語る同志もないため、むなしく行員のすぎるのを恨みとしておる。折から君を見たので。 その志を叩きに来たわけだが意味ありげな言葉に曹操も初めの態度を改めて「しからば言おう」と感謝の中に座り直した曹操は口を開いた「なるほどと卓は気功の言われたようにこの曹操を愛していたに違いない」しかしそれがしは遠く小国曹さんが末損にて 400年来、官室の録をいただいてきた。なんで成り上がり者の暴族、唐卓ごときに身欲すべきや。と、ご期熱を帯びてきて、しかず国のため、賊を刺し殺して、祖先の恩を奉ずべしと、唐卓の命を狙ったが、天運いまだ我にあらず、こうして捕らわれの身となってしまった。なんぞ今更食いることがあろうか。 白面磁石としてそういう様子さすがに名門の血筋を引いているだけに争い難い落ち着きがあった目前ややしばらくの間感謝の外にあってその体を見ていた関門兵の隊長は「お待ちなさい」言うかと思うと感謝の鉄条を外して扉を開き 驚く彼を中から引き出して「曹操殿貴君はどこへ行こうとしてこの関門へかかったのですか」皇居「故郷」曹操はぼうとした面持ちで隊長の好意を怪しみながら答えた「故郷の将軍に帰って諸国の英雄に呼びかけ義兵を挙げて再び落葉へ攻め上がり堂々天下の賊を討つ考えであったのだ」 もこそ隊長は彼の手を引いて密かに自分の部屋へ生じ主食を供して曹操の姿を再配した思うにたわず語弁は私の求めていた忠義の死であった貴君にあったことは実に喜ばしいでは恩美も当たに恨みのあるものかいやいや 支援ではありません。大きな興奮です。義奮です。万民の呪いとともに、夕刻の怒りをもって、彼を憎しみ山の一人です。それは意外だ。今夜限り、手前も缶を捨ててここから走ります。共に力を合わせて、貴君の行くところまで落ち延び、天下の義兵を呼び集めましょう。え真実ですか なんでうそをすでにこういう前に貴君のなわめを解いているではありませんかああ曹操は初めて快晴の大きな歓気をその吐息にも満面にも表してして貴公は一体何とおっしゃる御人かと尋ねた申し遅れました自分は陳急 あざなお広大というものです。ご家族はこの近くの東軍に住まっていますすぐそこへ参って身支度を変えすぐさま先へ急ぎましょう陳休は馬を引き出して先に立った夜もまだ開けないうちに二人はまたその東軍をも後に捨てて下急ぎに落ちていた それから三日,目日夜分かたず駆け通してきた二人は成功の辺りをさまよっていた今日もくれましたなもうこの辺までくれば大丈夫だだが今日の夕日は嫌に黄色っぽいじゃないかまた猛古風ですよああ湖北の砂風かどこへやどりましょう 部落が見えるがこのへんは何というところだろう先ほどの山道に成功寺という道標が見えましたがああそれなら今夜は訪ねてゆくよい家があるよと曹操は明るい眉をして馬上から行く手の林を指さしたはあこんなへんぴの地にどういうお知り合いがいるのですか の友人だよ両白者というもので父とは兄弟のような交わりのあった人だそれは好都合ですな今夜はそこを訪れて異粛を頼もう語りながら曹操と陳旧の二人は林の中へ駒を乗り入れやがてその駒を木につないで尋ねあてた両白者の門をたたいた。 誰かと思ったら宗家のご子息じゃないか。そうそうです。どうもしばらくでした。まあお入りなさい。どうしたのですか、一体。何がです朝廷から各地へあなたの人相書きが回っていますが。ああ、そのことですか。実は上司を当宅を打ち損じまして逃げてきたまでのことです。 私を族と呼んで民葬書きなど回しているらしいが、キャーツこそ大逆の暴族です。遅かれ早かれ天下は大乱となりましょう。早々ももうじっとしてはいられません。お連れに乗っている人はどなたですかそうそう、ご紹介するのを忘れていた。これは同意陳急というもので、中望剣の関門を守備しており、 私をそうそうと見破って召し捕らえたくらいな英傑ですが、胸中の大志を語り合ってみたところ、自生にうつぼつたるどういうのしだということが分かったので、鎮急は勘を捨て、私は勘を破って、共にこれまで携え合って逃げ走ってきたというわけです。ああ、そうですか。両白者はひざまずいて。 改めて陳の姿をいし、擬人どうかこの曹操を助けてあげてくださいもしあなたが見捨てたら曹操の一家一門はことごとく滅んでしまうほかはありません」と曹操の父の友人というだけに先輩らしく隠隠に将来を頼むのであったそして旅博者はいそいそと。 まあごゆるりなさい手前は臨村まで行って酒を買ってきますから」と炉に乗って出て行ったそうそうと陳急は予想を解いて一室で休息していたが主はなかなか帰ってこないそのうちに世も初校の頃どこかで異様な物音がする耳を澄ましていると刀でも研ぐような 鈍い響きが壁を越えてくるのだった。はてな。曹操は疑いの目を光らし、統廃してまた耳をそば立てていたが、そうだ、やはり刀を研ぐ音だ。さては、主の両博者は、林村へ酒を買いに行くなどと言って出て行ったが、権利にミスとして、俺たちを縛らせ。 朝廷の恩賞に預かろうという気かもしれん。つぶやいていると暗いクリアの方で45名の男女の者が口々に「縛れ」とか「殺せ」とか言い交わしているのが曹操の耳へ明らかに聞こえてきた。さてこそ我々を異質に閉じ込めて危害を加えんとする刑に疑いなしその分なればこっちから切ってかかれ。 ときうえもことのきうをつげてにわかにそこをとびだしおどろくかぞくやめしつかいはちめいまでをまたたくまにみなごろしにきってしまったそしてそうそうがさきにいざにげんとうながすとどこかでまだいようなうめき声をあげてばたばた騒ぐものがあるクリアのそとへでてみると 生きているイノコが足を木につるされて泣いているのだったあっしまった鎮急ははなはだ後悔したこの家の家族たちはイノコを求めてきてそれを料理しようとしていたのだと分かったからである曹操はもう闇へ向かって急ごうとしていた陳急早く来い 何をぐずぐずしているのだ。でも、どうも気持ちが悪くてなりません。残機に耐えません。なんで、無意味な摂取をしたじゃありませんか。かわいそうに、八人の家族は我々の旅情を慰めるために、わざわざ稲子を求めてきて、もてなそうとしていたんです。うん、そんなことを悔いて、 家の中へ手を合わせていたのか。せめて念仏でも申して、とがなき人たちを殺した罪を詫びてゆこうと思いまして。<laughs> 無事に似合わんことだ。してしまったものは是非もない。戦場に立てば、何千何万の精霊を一日で葬ることさえあるじゃないか。また我が身だって、いつそうされるか知れないのだ。 曹操には曹操の人生観があり陳旧にはまた陳旧の道徳観があるそれは違うものであったけれど今は一蓮卓章の道連れである議論していられない2人は闇へかけたそして林の中につないでおいた駒を解き飛び乗るが早いか2あ余りも逃げ延びてきた 彼方から炉に2個の酒亀を結びつけてくるものがあった近づき合うにつれてプーンと芳熟した果実の良い匂いが感じられた腕には果物のかごもかけているのだったおやお客人ではないかそれは今林村から帰ってきた旅博者であったのである曹操は まずいところであったと思ったが慌ててて「いやあご主人か実は今日の昼間これへ来る途中で酔った茶店に大事な品を忘れたので急に思い出してこれから取りに行くところです」「それなら家の召使いをやればよいに」「いやいや馬で一口当てれば造作さもありませんから」ではお早く行っておいでなさい。 家のものにいのコを放って料理しておくように言っておきましたし酒もすてきな美酒を探して手に入れてきましたからね。はっはっすぐ戻ってきます。曹操は返事もそこそこに馬にむち打って両白者と別れた。そして下町ほど来たが急に馬を止め「君!」と陳急を呼び止め。 君はしばらくここで持っていてくれないか」と言い残し何を思ったか再び道を引っ返してかけていった「どこへ行ったのだろう」と陳急は彼の心を解きかねて怪しみながら待っていたところやがてのこと曹操はまた戻ってきていかにも心残りをのぞいてきたように「これでいい最高」さあ行こう 君、今のもやってきたよひと月に刺し殺してきたと言ったえ両白者をうんなんで無益な殺生をした上にまたあんな善人を殺したのですだって彼が帰って自分の妻子や雇い人が皆殺しになったのを知ればいくら善人でも我々を恨むだろうそれは是非もありますまい 権利へ訴え出られたら、この曹操の一大事だ。背に腹は変えられん。でも、罪なき者を殺すのは、人道に背くではありませんか。いいな。曹操は、死でも吟じるように大声で言った。我をして、天下の人に背かしむるとも、天下の人をして、我に背かしむるをやめようだ。さあ行こう。 先へ急ごう恐るべき人だ曹操の一言を聞いて陳休は深く彼の人となりを考え直したそして心に恐れたこの人も天下の苦しみを救わんとするものではない真に世を憂えるのでもない 天下を奪わんをわとする野望の死であった謝った。鎮急もここに至ってひそかに悔いを噛まずにはいられなかった男子の生涯をとして道連れとなったことを尊計だったと思い知ったけれどすでにその道は踏み出してしまったのである。 を捨て、祭祀を捨てて共に結局の道を覚悟の上で来てしまったのだ「悔いもを呼ばす」と彼は心を取り直した「夜が更けると月が出た深夜の月明かりを頼りに十里も走ったそしてどこか知らぬ小病の荒れた門前で駒を降りて一休みした「鎮急」 はい、君も一寝入りせんか夜明けまでには間がある寝ておかないと明日の道にまた疲労するからな休みましょうけれど大事な馬を盗まれるといけませんからどこか人目につかぬ木陰につないできますうんそうかわしかし惜しいことしたな何ですか 両白者を殺して戻ったくせにしてさ俺としたことが彼が携えていた美酒と果実を奪ってくるのをすっかり忘れていたよやはりいくらか慌てていたんだな陳急にはそれに返事する勇気もなかった馬を隠してしばらくの後またそこへ戻ってきてみると曹操は小病の軒下に 月の光を浴びていかにも心よげに熟睡していたなんという大胆不敵な人だろう陳久はその寝顔をつくづくと見入りながら憎みもしたり関心もした憎む方の心は「自分はこの人物を買いかぶったこの人こそ」 真に幽谷の大中心だと考えたのだ。大中心だと考えたのだ。ところが何ぞ計らん。老古に等しい大野心家に過ぎない。と思い、また敬服する方の反面では。しかし、野心家であろうと勧誘であろうと、とにかく大胆さと情熱と。 俺を買いかぶらせたほどの弁舌とは非凡なものだ。やはり一方の英傑に違いないな」と一人心のうちで思うのであった。そしてそう二つに見られる自分の心に照らして、チンキューは今ならば眠っている間にこの曹操を刺し殺してしまうこともできるのだ。 生かしておいたらこういう勧誘は後に必ず天下に災いするだろうそうだ天に代わって今刺してしまった方がいいと考えた陳休は剣を抜いた寝顔を覗かれているのも知らず曹操はいびきをかいていたその顔は実に短麗であった陳休は迷った いや待てよ。ねこみを殺すのは、武人の本領でない、不義である。それに、今のような乱世に、こういう一種の勧誘を、地に生まれさせたのも、天に心あってのことかもしれない。この人の天地を、寝ている間に奪うことは、かえって天の心に背くかもしれない。はあ 何を今になって迷うか俺はまた煩悩すぎる月はこうとさえているそうだ月でも見ながら俺も寝よう思いとどまって剣をそっと鞘に戻し陳急もやがて同じひさしの下に丸くなって寝込んだ